お前たちが、一体何者なのだ？マリの作った火の一族には、こんな力はないはず。その揺るぎなき闘争心、決して諦めぬ不屈の心。それは、我が子根の民に、この黄泉が与えしもの。なぜお前たちが、その力を、お前たちの中には、火の力と根の力が、共に宿っているというのか。千年の時の中で、火と根は混ざり合ったというのか。まさか、それが、人間というものか。生も邪も、お前たちは自分で決めてしまうのか。神は、いらぬというか。マリオ、目覚めよ。我が体内より、いでよ。生と邪が混じり合う、不純な命を、その目で確かめ、そして、絶望するがいいわ。火の子供たちよ、私の声が聞こえますか？マリです。黄泉の呪縛を解いてくれたことに感謝します。お前たちが戦っているとき、何もしてやらず苦しい思いをさせたことを許しておくれ。でもお前たちは立派に戦った。その力を信じていいのですよ。これから私はお前たちに大切な話をしなければなりません。よく聞くのですよ。この地に何者にも屈せぬ強く新しい命を生み出すために私とヨミはやってきたのです。ヨミは強さとは争いに勝ち抜くことだと考えました。私は強さとは他人をかばいやる愛だと思ったのです。そして根の民と火の民が生まれたのです。根と火は当然のごとく争い合いましたが、火の民はその大いなる愛のあまり根の民とも交わってしまったのです。そして凶暴さと愛情という二つの相反する性格を持つ人間という存在が生まれました。私は予期せぬ事態に戸惑いましたが、それが彼らの力の源だと気づいたとき、私は人間を信じてみることにしたのです。もう私と黄泉の道しるべは必要ありません。何者にも頼らず、人間は自分の力で歩いて行けるでしょう。私たちの使命は終わりました。私は黄泉を連れて生まれた地へ戻ります。
してやれなかった私だけど、最後に一つくらい母親らしいことをさせておくれ。黄泉に奪われたお前たちの大事な人をできるだけたくさん心の中に思い描くのです。万事丸よ、そして火の子供たちよ、してやるぜって届いたのが断られちまって、丁寧に申し込んだつもりだがこのざまだ。何か俺様が間違ったこと言ったか。いや、そんなはずはねえ。何しろ俺様は天下一の歌舞伎様だ。いや、間違いはねえ。万事丸、おめえはまたあのクソ地味な機代帰るんだろ。ま、おめえには田舎のガキ大将が似合ってるぜ。万事丸、この天下一の旗を一本おめえにくれてやら。天下の歌舞伎様の宝物で家宝に仕上がれ。なあ万事丸よ、俺は火の一族に生まれてきてよかったぜ。やったな万事丸、おめえはすげえやつだよ。大したやつだよ。見てくれマンジマル、わしの千代さんだ。これが世界中で一番大事なわしの千代さんだ。生き返ったんだよ。千年前に死んじまったわしの千代さんが生き返ったんだよ。生きてみるもんだな。信じてみるもんだな。たとえみっともなくてもよ、命ってあったけえな。命っていい匂いがする。でっけえもんだ。おめえのおかげだ。おめえに会えてよかった。おめえについてきてよかったよ。そうだ万事丸、飯だ。飯食いに来てくれよ。千代さんの作る料理はうめえぞ。約束してくれ、必ず来てくれよ。男の約束だぜ。
父様と母様が生き返ったの。私信じられない。ねえ見て、これが私の大好きな父様よ。すごく怖そうでしょ。でもこんな顔してるけど本当はとっても優しいの。それからね、母様はお裁縫が上手なの。私これから母様にお裁縫を教えてもらうつもりなの。それでね、冬までにまんじまるにあったかい着物をこしらえてシロと一緒に会いに行くわ。ねえシロ、まんじまるは気に入ってくれるかしら。まんじまる、私あなたに出会えたおかげで今まで生きてこられたの。そしてこれからも生きてゆけるわ。運命なんてクソくらいよね。そうでしょ、まんじまる。